ははいどうもささんこんこにちはですさあ今日はですねビットコインインスタリアムソラナと3目からチャート分析していきますので是非最後までお付き合いいただけたらなというところでございますが本日はですねえ10月の24日の木曜日ですねえただの時間が午前10時35分というところで今日の動画を撮影しております今日も京都で皆さんに元気と勇気をお届けしてまいりますよ ーということで、僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立つ情報をですね。毎日更新しております。今日の動画を見て参考になったなみんなたら面白かったなと思っていただいた画面の前のあなたはぜひですね、えー、チャンネル登録ボタン、そして高評価ボタンを押して、チャンネル、そして動画の応援をよろしくお願いいたします。ということで、えー、早速始めていきたいんですけれども、一つだけちょっと告知がございまして、えー、皆さんご存知でしょうか、えー、昨日ですね、えー、ビットコイン、そしてイーサリアムなんかもう行っちゃってますよね。行っちゃってるーっていう感じですけど、えー、唯一ですね、えー、ソラナ が単体ででめっっちゃ頑張ってるんですよねだもうすでにですねまあ前までねビットコイン、えー、一番当初ですよビットコインかアルトコインか要はビットコインかその他みたいな感じの扱い方やったんですけど、まあ、そこから徐々にですねビットコインイーザリアムアルトコインみたいな感じの風潮が流れてってでここでですよついにソラナはもうソラナという地位を獲得したんじゃないかなと思ってましてソラナでくるとビットコインイーザリアムソラナ その他、アルトコインみたいな感じの、まあ、立ち位置になってきたんではなかろうかというところも思っておりまして、このソラナがですね、今回ちょっとまあ注目もされてますし、っていうところで、まあそういうのにね、一番嗅覚が鋭いのが、やっぱビットゲットなんですよ。はい。で、ビットゲットがですね、ちょっと面白い、えー、キャンペーンやってるので、その紹介だけしておきます。えー、ビットゲットソル。 ビットゲット内でのソラナみたいなのを、まあ、発行するみたいなんですよね。で、そのソラナをステーキングすることによって、BG ソルっていうのを、まあ、入手することができると。で、その BG ソルに関しては、えー、ビットゲット内であればすぐにソラナに交換することができる。結構で、ね、簡単に交換することができるということで、えーまあ、ほぼソラナとの立ち位置と思ってもらっていいと思うんですけど、まあ、ただですね、 まあ、ソラナは言っても仮想通貨なんで非中央集権型やんか。けど、まあ、ビットゲットソルっていうだけあって、やっぱり一応これは中央集権型ってなっちゃうので、まあ100%安全かって言われると、そこに関しては、まあ100%じゃない。 だから、まあ、もらった分はしっかりとソナナに交換してとかっていう、まあ、その最低限の、まあ、リスクヘッジというか、は必要にはなってくると思いますけれども、え今回ですね、なんとですね、ほんまは8%ぐらいなんです、APY が、まあ。要は年,年間の利回りですね、利回りが8%ぐらいなんですけど、今回キャンペーンでですね、その利回りが推定 APR、まあ、これ、ね、年間利回りということで、ね、30%超えてきます。<laughs> だから今、ちょっとね、空な、あのー、ガチホで持て余ましてんねんみたいな、もうガチ穂塩漬けやねみたいな感じの方は、まあ、こういうステーキング使ってもらうと、まあ、それにプラスアルファね、あのステーキの利回りもらえるんで、まあ、ここに関しては、まあ、美味しく、えー、こういったのを使ってもらうのはいいんじゃないかなっていうところでございます。で、軽くもらい方だけ説明しておきますけれども、よいしょ、ちょっと待ってや。よっ。 まあこんな感じね、えー。ビットゲットソルのご紹介と。で、今すぐロックして。けどね、これロックなんですけど、あのロック期間決まってないです。普通ってロックってね、期間決まってるんですよ。1年間とか何ヶ月間とか、えー、ロックされちゃうんですけど、要はその間は動かせなくなっちゃうんですけど、これに関してはいつでも解約できます。はい。えー、で、えー、本当は、えー、基本 API は8.15%なんですが、キャンペーンの早割り、早期参加により、えー、最大30%の超えの API を、えー、得ることができるということですね。はい。で、えー、もらう方法。よいしょ。 こちらですねよいしょ。このね、えー、ビットゲットの画面から、このビ,ビットゲットソルっていう、えー、ボタンがあるので、そちらポチッとしてくださいと。で、ステップ2と。で、ボタンクリックすると。このね、あのー、ステーキングしますよっていうやつですね。はい、ポチッとすると。 でそこで、まあ、皆さんの残高に、空、え、のー、に残高があれば、えー、その空の、えー、何倍預けますかというところが、えー、決めれます。で、これに関してはね、あの最大預けれる額が決まってるので、個人であとねあの VIP やともうちょっと上がったりするけど、はいなんで、それの最大をするのか、まあ、その最大から最低までの間で、自分で、えー、ロックする空、えー、の枚数を決めると。 で、それをロックすることによって、ステーキングなんで、BG、それはビットゲットソルを、えー、その相当額受け取ることができると。で、ビットゲットソルの利用方法なんですが、えー、ステップ1のページね、さっきのビットゲットソルのページのところで、えー、か交換することができます。ソラナからね。えー、じゃあ、ビットゲットソルからソラナに。はい、なんで、この MAX ビットゲットソルを選択すると、何枚ソラナもらえますよと。で、あとはもうこの Confirm、オフと。 いうことになりますので、まあ結構簡単に、えー、ソラナから、えー、ビットゲットソルから、えー、ソラナに、えー、変換することもできますので、えー、この機会ですねぜひあのこういうステーキングとかを利用してまあ氷回りでですねだって日本の銀行に預けてみんな何パーよみんな <laughs> 何百万とか何千万とか預けてさ100円チャリンみたいな誰が必要やねん1000万預けるやつで100円どりもなれへんわ ねっていうところなんですけど、まあ、これに関しては30%の API、APR、ね、えー、年間利回りがありますから、こういうのを使ってもらうと、えー、お得にですね、えー、ガチ保していても利益を、えー、上げることもできますので、これね、ステーキングってね結構手出してない人多いんですけど、まあ、リスクがかなり低い状況で、その、 取引所自体の、えー、信頼度っていうのは絶対に自分で調べなゃね、調べなんかんけど、そんなね、あの信頼度がない取引所のステーキングしたところで、えー、全然あの戻ってこなかったりとかねその取引所が飛んだりとかしたらもう終わっちゃうんで、ダメですけど、ある程度信頼のできる取引所でこういうステーキングっていうのをやってるのであれば、僕は全然ね、あの進んで参加してもいいんじゃないかなと思います。ただ100、100%安全かって言われると、さっきも言いましたが、100%安全ではないので、まあ、しっかりとですね、あの今日の、えー、動画の概要欄、えー、の方にですね、この 詳細のページですね、えー、URL 貼り付けておきますから、そちらでですねこのよくある質問とかをしっかりと読み込んだりとかして、えー、自分であこれやったら大丈夫そうだと、ね、こういったこのビッドゲットソルの、えー、利点とかも読んであ、これやったらちょっとやってみたいなと思ってれば参加してみたらいいし、最終の判断は皆さんにお任せしますが、こういった氷回りのですね、えー、ステーキング、しかもロック期間は、えー、決まっていない、いつでもロックを解除できるような。まあ ちょっと良すぎるところもあるけどね。はい。まあそういった利点の多いですね。こういったステーキングというのを使ってみるのはいかがでしょうかというところでございます。今日の動画の概要欄に、ビットゲットの口座解説の URL、そちらから口座解説してもらえると、取引手数料がすべて30%オフになります。これに関しては永久にね、30%オフになる URL、リンク貼っておきますから、そちらから口座解説してもらって、で、このビットゲットソロの詳細ページも貼っておきますから、そちらをご確認ください。はい。というところで、 えー、告知は以上で終わりまして、えー、早速ですね、チャート分析に入っていきたいんですけれども、まあ、うん、昨日お休みしたんですけど、まあ、ほぼほぼ、まあ、問題なかったよねっていうところではあります。まあ、リバってるところも、に関しても、まあ、ほぼ想定通りというか、いや、なんやったらズバビタやみたいなところもあったりしたので、まあ、そのあたりも含めてですね、えー、復習しながら、えー、新しい目線みたいなところを、さ、え、ら、ー、にですね、えー、解説していけたらなというふうに思います。では、まず、ビットコインの、えー、 冷やしからですねはい結構昨日落ちました大体最下端ひげの一番ひげ先で65,200ぐらいまで落ちたんかなはいただこれに関しては、えー、僕の言っていたこの黄色のトレ,トレンドラインですねはい黄色のトレンドライン とこのの白水平線これはまあ短期ののの話になりますが白水平線とか、ねえー、何やったら、えー、日足の25これもずっと言ってましたよね。冷やしの25湯目との改良埋めに来る可能性があるよ。埋めに来る可能性があるよって言って、えー、満を持して埋めに来たというところになりますので、まあ、待ち構えていて差し身を刺している方もいらっしゃったんじゃないかなと思います。で、この6万4000、えー、ちょい、6万5200からですね、えー、一時ですね。 6万7600まで上がってますから、まあ、約2000ドル幅超えですよね。はい、の利益を得たことも得ることもできたんじゃないかなっていう局面でしたね。はい、これがまあ復習でこれに関してはもう皆さんにお伝え済みです新しいラインなどは、えー、追加しておりませんので、まあ、そのまま僕のラインを自分のチャートにトレースしていた,いた人であれば、えー、ここのヒゲ、えー、先のロングは取れた可能性があるよっていうところですね。僕はねちょっとねぶっちゃけな話昨日ほんまそれどころじゃなかったんですよ。 まあ、サブチャンネルの撮影には行ってたんですけど、それ以上にですね、急に YouTube からですね、サブチャンネルの方の、えー、ことですよ。サブチャンネルの方の、えー、アカウントの、えー、に対してメールが来たんですけど、急にですね、えー、あなたのそのサブチャンネルのアカウントは収益化の条件を満たしてみいませんみたいな。はぁみたいな感じじゃん。真面目にずっとさ、自分で撮影行って頑張ってね、編集もお願いしてやってんのにさ、はぁみたいな感じになって。で、その言われた内容見たら、 再利用されたコンテンツであ,り、ま、あるみたいな感じで要は何て言うんかな例えば誰かの有名なアカウントの人の動画を切り抜いたりとかしてでやってるだけの動画であるみたいなの可能性がありますみたいなことをうもう間違いなく言ってるやんでそれを再審査申請するのに5分の動画撮らなあかんかったりするのよもうだからもうそんなんもうごったごったバタ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 してたらもうこんなん撮れるわけないよね <laughs> タイミング悪いんだよ。はい。まあそんなね、僕の愚痴はさておきなんですが、まあそう、皆さんは取れたらよかったねっていう感じですね。はい。で、えー、まあこれはまあ、あのー、昨日の時点でもう終わってしまってるんで、こっから先ですよね。今からロング取るのはちょっと怖いです。はい。2000ドルリバッた後に、えー、こっからロング取っていくっていうのは正直、えー、怖いところ。で、なんやったら、えー、ずーっと言ってましたね。えー、この紫のトレンドラインずーっと来てる長期の高値の切り下げラインの裏タッチでヒゲ先、抵抗されてますよね。 っ、はい、てことは今、抵抗体に接触している、抵抗体を試している状況になります。この状態でロングを入れるってことは、もう真逆張りですね。逆張りを超えた。うん、<laughs> 全米が泣いた。真逆張り。ねえ、真逆張りですから、これに関しては、まあ、僕の中ではおすすめはできないと。はい なんで、ここからですね、いけるのであれば、短期で、例えばですけど、押しが入ってで、短期の目線で、えー、ロングができるポイントで、ロングを拾っていくのか、もしくは、この紫の、えー、抵抗体を、さらに上抜けた後に、えー、ロングを狙っていくのか、っていう話になってきます。はい。なんで、今、ロング持ってて、えー、半分理覚して、もう鼻ほじってポジション持ってますよと。もう、高みの見物ですわ。私、高みですわ。言うて、鼻ほじってる人に関しては、もう、ここでロング取れてる人だけ。今からは、ノンノンノンですね。 はい、ノンノンノンはい。ノンノンノンということで、えー、ここに関しては、えー、取れないポイント。で、えー、基本的には、なんやったら、ここでショート打ってる人が、まあ、こことここで両立てしましたで、有機はっていう人やったら、100点満点ですよね。うん。あなたに100点満点、数を差し上げます、数をね、えー。数を差し上げたいなと思うんですけど、まあ、そんな感じ。はい。なんで、今現状、冷やしでもうやることはないです。はい。今は、ステイ。 もう今、でノーポジの人やで。はい。もう鼻ポジポジション持ってる人。鼻ポジの人はもうそのままやし、もう両立てもしましたよっていう人はもう、もうラオウの、ラオウかっていうぐらいもう、って立っといたらいいだけ。もう、うん、あの、お菓子食べながらも立っといたらいいだけ。それだけお金稼げる状態になってるんですけど、今現状ノーポジション。私ポジション持ってまへん。ゆうきさん間に合ってまへんと。わし、ま、僕みたいにね、ちょっと昨日ゴタゴタしてましたよと。これがこれでこれで、これでこれで、これが、これこれで、これで、ね、なってる人は、あの、無理ですけど、 もう猫がね壁をこうやってやってまんねんみたいな人はちょっと無理やかもノーポジだと思うんですけどそのノーポジの人は、えー、今現状は冷やしレベルではすることがないよというところですね、はい、なんでまあ冷やしはちょっと待ちとさてそのまま4時間足を落としていきますうん4時間足で考えるとまあ今からショート打ってもいいんですけどちょっとね損切り幅が広くはなってしまってるんですよねまあやっぱりこの紫のトレンドラインまあさっきのよう抵抗体といったところですねここで、えー ショートを入れてる人かもしくは一応ですねひげ先ひげが出てきて上ひげがねで25位目がもう圧倒的に抵抗してるの分かるやんこうでもうすでに25へもめめちゃくちゃ抵抗されてますよっていうのが分かってるし実体で考えるとここが直近実体の安値なんですよねって考えた時にそこを背にしたショートはまだ間に合うんじゃなかろうかというところは、えー、考えれますよねはいなんでまあこのひげ先部分まで来たらもう完全に損切りですけど えー、この25五エメよりも下でこの四時間足が固まるようであれば、えー、戻り売りが発生しやすいポイントにはなってますから、短期で言うと、えー、この25五エメ、四時間足の25イエメ、直近の安値の水平線ですね。実体検、実体の水平線。ここね。はい。この、よいしょ。これ。この赤の水平線。 で、25A 目。ここを背にしたショートっていうのはまだ一つ、えー、間に合うんじゃなかろうかというところになりますので、まあ、今現状はここを検討するだけですね。ショートを検討するかどうか。ロングに関しては、ね、ちょっと厳しいですよね。今現状を持っていくのは。例えばやけど、もう一回落ちてきた時の、まあこれもよくあるパターンですけど、実体で押、えー、しが入ってきた時の、 ロングをお試しでロング入れるのか、はたまた、えー、言っていたこの黄色のトレンドラインですよね、の2点目、まあ、2番底的な形で試しに来た時に、えー、ロングを入れるのかみたいな形になりますから、まあ、この、えー、さっき言ったポイントでショート1本検討、で、ここでお試しロングお試しロングで、まあ、両立てできるタイミングを探るみたいな感じかな、が今現状、まあ、できる、えー、4時間足レベルでのシナリオの立て方かなと思いますので、まあ、今言ったところに、えー、水平線を引いて、まあ、そのあたりで、 ロングができるのかどうかっていうところを皆さんなりに、えー、検討してですね、はい、シナリオっていうのを作ってみてはいかがでしょうか。僕の中ではこの赤の水平線と緑の水平線、まあ、このあたりを注目と。で、もう一個下でい、えー、くのであれば、この黄色のトレンドラインと。まあ、このあたり注目しておいてくださいよと。はい、ロング側はこの2点ね、はい、ショート側は今現状、速攻で、速攻でですね、はい、速攻で見ていくと、えー、いうところになってるかなと思いますので、4時間足レベルではこのあたりを、えー、確認しながらですね、皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけるといいかなと思います。 で、続きましてが一時監視。まあ、一時監視だと、もう正直かなり強い状況ではあります。まあ、上げた状、上げたタイミングっていうと、えわ、ー、かりやすいんですけど、まあ、もう見たらわかるように、ここですね。はい。何が起こってますかはい。逆三存ですね。はい。逆三存型。25夢を抵抗体とした、えー、逆三存型が出て、えー、上に伸びてきてます。はい。っていうところです。なんで、まあ、ここからですね、ロング検討するのであれば、えー、これが25夢ですよね。で、これ200夢ですよね。 はい、ここゴールデンクロスしますよね。間もなくね、このまま、まあ、こういう感じで横横したりとかね、多少のここでちっちゃな値動きをするのであれば。じゃあ、そこのゴールデンクロスするポイントであったりとか、25英を割るまでの間はロング打ちやすいと思いますので、まあ、1時間足レベルはロング検討できるポイントになっていると。まあ、4時間足ではまだね、そこまで、えー、好転した状況ではない。25英は上抜けれてないから、実態でね。ただ、えー、1時間足って考えると、えー、状況は好転してきてます。 はい好転してきてますでなおかつ、この形見てもらったら分かるように、えー、上げたタイミングは、えー、確かに底根で逆三尊売打ってるんですけど、もう一個大きい逆三尊も見えてるよね。ここ。ここ。で、ここまで上がってきてる。で、このちょうど長期のね、紫の、えー、抵抗体という日足で説明したトレンドラインの抵抗体で抵抗されてる。で、このままこういう感じでね。 横横してくるのであれば、最終逆三存、大逆三存ができるんで、結局逆三存二毛作という形になるかなというところになります。はい。なんでこの逆三存二毛作は狙っていってもいいと思うので、まあ、この二百 ema、二十五 ema で、この直近の左肩水準ぐらいですよね。まあ、実体で考えるとね、もうちょい上になるんで、これ実体はね、やっぱね、あの、最近特に思いますけど、実体でのえ水平線も絶対引いておいてください。これめっちゃけっ大事。うん。これはもう大事と言っていいでしょ はい、なんでここは水平線引いとくと、はい。なんで左肩の水平線、まあこれで考えると、もうこの25円目、200円目めっちゃ重要になってくるよね。3本の矢が揃ろうポイントになるから、えー、この辺りは注目ポイントになると。はい、で、プラス、まあ、ヒゲ先で考えると、この辺までかな。はい。この辺まで、えー、ロングは持っていっても OK と。そうなってくると、まあ逆三層の右肩狙いになりますよというところ。で、これはちょっとさっきの冷やしのやり方に、えー、まあ、あのー、 近いやり方にはなるんですが、要はこの逆三尊が決まってからですね。はい、要はこれさっき言ってた、冷やしで言ってた、紫のトレンド抵抗体、上抜けてから自体なんじゃないと、もうロング取れないよと、言いましたよね、冷やしレベルだとね、はい。そのパターンが、この1時間足の逆三尊が決まったパターンに、えー、付随してきますので、はい、ここは注目しておいてください。はい、この紫のトレンドで上抜けは、えー、注目と。 なんで逆三層の右肩ここから狙っていくかもしくは逆三層決まり狙っていくかみたいな、えー、パターンで考えといてもらえればロングは打ちやすすいいのかなと思いますで逆にショート打ちたい人はこの逆三層作りに来た過程で何ができ,できますかいつも言ってる右肩ダブとですね 右肩ダブルトップを狙ったこの紫のトレンドラインを背にしたショートが打てるかもしれないよというところになりますので、まあ、ここを注目しておいてもらえると、えー、ロング、えー、さらにはショートに関しても目線は困らないのかなと思いますのでこの辺りを参考にしながらですね、えー、皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけるといいかなというふうに思いますはいということでここからは、えー、お行きになられたよいしょ イーサリアムちゃんを見ていきたいなと思います。はい。イーサはマジで弱いイーサでしたね、今回ね。いつも強いイーサなんですけど、こっからね、だから最悪のパターンでいくと、これもね、よくあるパターンなんですけど、ビットコインが先行して頑張って上がっていく、もう連れ上げパターン。これ逆もあるんですよ。イーサリアムが頑張って上がっていて、ビットゲット、あビットゲットじゃない、ビーコン、おい。最初ビットゲットの話し,しすぎた。ビットコインがアドレスでついてくるパターン。 広告料くれよこれこんだけビットゲット言っててから <laughs> 後伸びしてくるパターンも <laughs> あ,あります。うん、で逆もしかりでビットコインが えー、先行して下がって、それにつられて、えー、イーサリアムが下げられる。つ、まあ、れ下げパターンですよね。はい。まあ、旅は道連れよ、罠けですよ。はい。あのー、仮想通貨よくあるんですけど、道連れにされるパターンね。で、これね、ビットコインが頑張って頑張って耐えてんのに、今よう耐えてるじゃないですか、ビットコイン。言うてもね。 リバってたり2000ドルリバったりとかしてまあ、今長期の抵抗体に抵抗されているのは間違いないけどまあ、耐えてる状況なんですけどイーサリアムが完全に割っている状況になってくるとイーサリアムが先行して下がってそれにつられてビットコインが下がるっていうパターンもこれ出てくるのでまあ、これは本当にどっちに転ぶかは正直わかりません。はいなんでもうここはねもう何て言うかなもうビットコインとイーサリアムで両立てするぐらいの感覚でもいいと思う。 うん、と思うんですけどまあ E サリムに関してはかなり弱い状況にはなりましたただ、えー、反発したポイントっていうのはすごくわかりやすくてこれも面白いんですよこれね直近ダブルボトム作って、えー、今回の上昇作ってますで今回の下げでまあ一人だけまあ完全にいお切きになられてるんですけどこの水平線見てほしい言うの忘れんの嫌やからあえて、あのー、細い水平線で書いたけどこれね ここここめっちゃ効いてるの分かるこれダブルボトムの要は実体系のネックラインさっき言ったよね実体大事やでってめっちゃ言ったやんそ,のそれがまさにここで現れてんねんけどはい実体のダブルボトムの、えー、ネックラインで水平線引いてみてください今回のサポートされたポイントリバってるポイント分かりやすいよね。 チャートはアートよ、本当に。ね、素敵な絵をまた今回もね、チャートに落とし込んでくれて、まあ感謝しかないんですけど、えー、まあこういった形で、まあリバってくるというところですね。なんで、まあ、ひげ先の意識っていうのも確かに大事なんですけど、これもおもろいやん。ね、見た、今。そっと引いたらもうびっくりしたけど、ね、これね。はい。どこでこいつは、実体固めてるひげ先で実体固めて、実体でひげ先。何このリバーシブル。ねえ。 これからリバーシブルのジャケットとか買いに行きたくなる時期になりますけど、ねえー、こんなチャートの中にもリバーシブルということでですね、えー、何を言ってるのかちょっと分からなくなりましたけど。 はい、まあ、あとりあえずこんなところが効いていたというところですね。なんで、えー、僕のいつも言ってる実体と,、えー、と、冷えと、ヒ先の水平線っていうのは、ここも引いておくと、え一、ー、本、差、えー、し値をさせたポイントになったんじゃないかなというところでございます。はい。えー、でビ、ビットコインでも言いましたが、僕は昨日そんな、えー、暇はありませんでした。もう一日中バタバタしてました。はい。あわあわしながらバタバタしてましたけど、まあ、とりあえずこんなところが、えー、今、取れたポイントだったよというところでございます。で、今現状何に抵抗されてますか、はい。冷やしの25イエブですと答えれますよね。はい。 ここで抵抗されてます。なんで、この25位目を背にしたショートっていうのは一つありですね。まあその場合はこのトレンドラインであったりとか、ね、この三角持ち合いの影ですね。このあたりを、えー、一旦の利確検討ポイントにしておくのが基地かなというふうに思いますけど、まあそのまま割れてくるんであれば、ここで部ブ分ーブー利学して、えー、残りのロット分を引っ張っていってもらって、直近の安値のね、えー、2220とかね、はい。もしくはもうそれ,こそれをもっとした2100とか、えー、このあたりまで引っ張っていってもいいのかなというふうに思いますので、 まあ一旦の目安ポイントとしては、ここを上げておきたいなというところですね。はい、もしくは、この緑の水平線ね、再度試しに来るっていうパターン。ヒゲ回収のパ,のパターンですね。はい。このパターンもちょっと想定はしておきながら、今は、えーえー、ビットコインは何もできませんでしたが、イーサリアムはショート打てるポイントにあるよというところです。 で、さらにもうちょっと上がってきたとしても、ね、これ、例えばこのね、ほら、ここも推薦引けるやろこれも実体の水平線引いときは、これね、みんなのチャートの中にね。はい、じゃあこのあたりとかでもショート打てるし、ね、三角持ち合いの、ね、サイド、ここをもう一回試しに来たとこも打てるし、ということになりますので、ショートは3ポイントありますね。25イエええー、直近の安値の実体験水平線。で、えー、 三角持ち合い上限、えー、サイドタッチというとうころですねこの3点の、えー、ショートポイントを想定しながらですね、えー、シナリオを作っておくと、まあ、いいポイントでショート引っ掛けれる、えー、タイミングが来るんじゃなかろうかというところになりますので、えー、このあたりはぜひ参考にしてみてください。はいで、えー、次がこんな感じ、えー、四時間足でございます。よいしょ。四時間足は四時間足で何に抵抗されてますかはい四時間足の200い a 目ですと、えー、すぐ答えられますね。でなおかつこのの直近の えー、安値の、えー、実体験、えー、からですね、ヒゲ先ぐらいまでの間でも、えー、抵抗されてます。この黄色のゾーンですね。はい。で、ここからですね、25EMA が、えー、追っかけて、えー、下落してきてますから、このままこういう感じでデッドクルースするのかどうかっていうところになります。なんで 200EMA から、 この2 5 m 目までの間、この区間ですね、は、えー、売られやすいゾーンになりますから、この辺りはちょっと注意が必要でしょうというところです。はい。なんで、ロングの目線を作りたいんあれば、もうこの緑の、えー、レジサポ転換狙ったロング、今、もうすでに持ってますよという人が、えー、最強ですけど、えー、ここから、今からですね、ロング打ちたいという人は、もうこの2 0 0 m 2 5 m のこの売られゾーンですね、売られゾーンを。 え上抜けてからじゃないとロングのえ構築っていうのは難しい状況になってますからそこに関してはしっかりと、えー、状況現状の把握ですね、はい、っていうのをしてもらって環境認識って言いますけど。 まあしててもらって今現状何が、えー、優位性が高いのかこんだけ落ちてきたら、まあ、圧倒的に目線はみんな下に向いてるわけですよじゃあ売られやすい状況にあるじゃあどこで売りますかはい200位目抵抗されてるよね、えー、もしくはここからデッドクロスするかもしれない動きになってきて25五円目を抵抗される可能性あるよねじゃあこことここを潜入したショートっていうのを構築していこうかっていうのが、まあ、一番優位性が高いと、えー、見られますので、まあ、この辺りは注目はしておいてくださいはい、まあ、正直、まあ、4時間生そんなところかなはい ロングはもう上抜けパターンしか今狙えませんね。はい。で、1、えー、時間足で見てもらっても、もう速攻で分かりますよね。何で抵抗されてますかはい。すぐ水平線をまず引けるね。はい。直近のやすのヒゲ先。はい。これ引いてください。そしたら、えー、今抵抗されてるポイント、えー、分かると。はい。で、しかもそこに対して2本の矢が揃ってる 25EMA。ここでショート打ちます。まあ、ここしかシナリオがないですね。今現状ね。はい。で、じゃあ、ここからロングのシナリオを作りたいんですっていう方どうしたらいいですかはい。例えばですけど、直近の高値 ここにありますよね。ここに何あるの分かるかなここにビッグウェーブがあるよね。こうね。はい。なこの上、裏タッチですね。裏タッチングは別のパンパスガを狙っていくか、もしくは、えー、さっきの話にも出ましたが、上抜けパターンを狙っていくしかないということですね。はい。 なので、この2パターンを狙っておいてくださいというところでございます。落ち,落ちるんやったら直近の高値の裏タッチ。ね。上抜けてくるんであれば、上抜けたポイントからの25円目の裏タッチ。で、ここでまた波ができてると思うんでね。この波のこの高値ですね。この高値を使った裏タッチが効いてくるでしょうというところになりますので、まあ、えー、有意義にですね、レジサポ転換を狙って、えー、ロングを構築していくと。上抜けた場合はね。はい。どこが今高値になるかは分かりませんから、その時の高値を使って、えー、裏タッチを考えてみてください。はい。 まあ一番楽しいのはここのね裏使って上がるねこれ裏でしたよえここでタボ転換できてますよねみたいな話ができつつこのまま抜けていくでここでロング取れなかった人は次はここが高値になってるわけですからこの高値の裏を使って。 またレジサポ転換狙いのロングを構築するかどうかっていうのを検討するその時には25英とかもあると思うんでね、はい、25英とかを使いながらうまくロングのシナリオを作っていけばいいやんということになりますのでこの辺りをですね今の現状から次のパターンまでしっかりとね頭に思い描いておくと、まあ、その時もしそうなった時にですね尻込みせずにしっかりとポジション取れるんじゃないかなというふうに思いますのでこの辺りはぜひ参考にしてみてくださいはい では、そのまま最後、ね、えー、古軍奮闘ってやつですね、えー。ソラーナタンでございます。まあ、ソラーナに関してもかなり強い状況ではあります。はい、押しもなくね、頑張ってるんですけど、さすがにそろそろ押してくれてもいいじゃんとも思ってます。はい。で、そうなった場合、今まだね、この黄色のチャンネルの上限抜けれてませんから、この辺りで裏、えー、一回押しが入ってくる可能性は全然あるかなと思ってます。その場合は、もうずーっと言ってますが、このね、直近ヒゲ先から、 実体これもさっき言ったポイント自分で線引いときや水平線2本引いといて、えー、ここ25円目絡みそうやなしかもチャンネルの中央線も絡みそうやなじゃあここが第一ポイントやなとでまあ損切りするんやったらこの実体終わってきたら損切りかなとかもしくはここ2点で、えー、半分半分でロングぶっ刺しといて、えー、刺さったらちょっと広めにバッファー取っといて ね、えー、スイングですから、広めのバッファーを取って、さらに上昇を狙っていこうか、みたいなね、えー、シナリオも、ね、組めると思うし、まあ押してくれるんであれば、もう喜んで拾っていきたいチャートにはなってます。というのが今現状のソラナ。で、ビットコインイーサレムがもう完全にここまでは落ちてますからね。なんやったら、えー、っとね、イーサレムで行くとここまで落ちてるんでね、ネイチで行くとね、チャンネルの加減ぐらいまで落ちてておかしくないんですけど、それを落ちずに頑張ってるっていうソラナに拍手。はい。えー、というところでございます。 なんで、まあ、落ちてくる可能性があるんですが、落ちてくるようであれば、えー、拾っていってもいいんじゃないかなというところが、今の現状の空な。で、ショート打つんやったら、もうここがラストチャンスですね。はい、ここから先は、もうかなりの上の余地出てしまいますから、チャンネルの上抜けは。はい、このチャンネルの上限を背にしたショートっていうのが、まあ、今現状、まあ、一番最終的に打てる、直近でね、打てる、えー、最後のチャンスが、えー、ここかなと。 いうところでございますので、まあ、ショートを狙っている人は、この辺りを検討するのも一つありかなというところですね。はい、ここから、ここまでの下落ね。要は、さっき言ってた、拾いたいところまで下落してくれたら嬉しいな、のショート。ですね、僕が打つとしたらね。はい、ただ、まあ、ここから、いや、そんの,のは大暴落やでっていう目線をしている方でも、ここは最終チャレンジになるんじゃないかなと思いますので、まあ、その辺りは、えー、参考にしながらですね、えー、シナリオ作りしてみてください。はい。で、このまま、えー、4時間しに行きます。 さあこれは僕がいつも言ってる、もう僕のね、教科書があるのであれば、3ページ目の、まあ4行目には載ってるでしょうね。はい、載っている、え、いつものパターンです。はい。ダブルトップからの、ね、ダブルボトム。大好きな人は、あの、略し方でできますね。ダットからのダッ、ボーですね。はい。ダットからのダッ、ボーですね。はい。略してるのになぜかそっちの方が時間かかるっていうね。はい。ダブルボトムって言った方が早いんじゃねえかっていうね。 ここで溜めないといけないんでどうしても下唇を噛むことにちょっとためが入らないといけないんで、ここで、あれ略しているのにもかかわらず、ちょっといつもよりも時間が長めにかかっとるやないかーいっていうツッコミが聞こえてくる。 ですね、はい、あのちあのこの略した普通のダブルボトムの棒はね、法に点での方の棒なんですけれども、ダッボーの方になると、うに点でのエヴァンゲリオンの方のブワーになるので、そこだけちょっと注意いただきたいなっていうところなんですけども、これ今私何の話してますか、はい、なんで、ダットからダッボーですね。ダットからダッボーが決まりましてえ、上昇というところになっております、今現状ね。はいまあ、これに関しては分かりやすかったかなと。で、えー、それに対しても25位目がきっちりと聞いてくれてますから、ね、ダブルボトムのね、ダブ ボトムの部分ですね。はい、バーダムの部分なんですけど、まあ、ここでしっかりとロング入れ,れたんじゃなかろうかというところでございます。はい、で、まあ、ここに関しては直近のね、はいまあ、レジサポ転換的な形にもなってますし、ここに関しても、まあ、上抜けた後とも、まあ、ロングは取りやすいポイントにはなったんじゃなかろうかと。 えいうところで、ございますでショート打ちたい人は、さっき言ったここね、はい、ここでショート打てるんじゃないかなっていうところは、えー、持っといてもいいし、えー、ここでショート、で、ここでロング持ってるのがベストね。ここロング、ここショートの、えー、両立てがベストの両立てするのであれば、ポイントがベスト,的にベストタイミングやったんですけど、ここでロング持ててまへんわーっていう方は、このところからここでロングですね。はい。まあ、これに関してはもう終わっちゃってますけどね、タイミングはね。はい、なんで、ロングと、あのこっちでも取れてるよっていう人もありかな。はい、ここはベスト、ここが時点やったかなというところですね。 はい、こっから先ねちょっとねロング打つのはね多少むずいムじい感じだねはいまあ実体これここまた実体も引いときや、はい、この辺まで押してきたらまたさら再度ね、えー、チャレンジできるかなと思います25円もついてきてくれるんでね、はい、この辺は、えー、狙い目になるかなと思いますのでまあこっからどういうね動きしてくるか分からへんけどこのまま包んでね黄色の、えー、チャンネル上抜けてくるとかなってくるとまた話変わってくるけど、えー、このまま上髭になって下ひげ、えー、こうもう一度再度ね 推しを作ってくる、えー、推しを学ぶしてくるパターンであればまあここはロングできるんじゃないかなというところですね、はい、まあこの辺りは参考にしながら、えー、皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけるといいかなというところでございましたはいさあでそのまま1時間足、ちょっとさっきしゃ,あのしゃべりすぎた疲れたよいしょはいでここはいこれね見てまらったわかるよねはいここ さっき言ったポイントが1時間ショートもっと分かりやすいね。はい。ここで見て,見ておいてもらったら、この実体験レジサポ転換狙っていけば、この、えー、ロングは取れましたよというところですね。1回のリバー。短期の話はね、土短期な。土短期、このリバーは取れたいと。はい。で、えー、短期で考えると、今もう見たらわかるよね。もうここで間違いなく抵抗されてるやん。ね、なんで、ここでロング、ここでショートが、もうこの1時間シルエットとベストポイントやったってことですよ。はい。まあ、ショートは間に合うけどね。ロングはもう遅いよね。はい。 で、ここから、ね、じゃあ何が狙えるか、さっき、えー、教科書の3ページ目、4行目に出てくるって言ったら、あのパ,パターンが出てくるわけですね、はい。このダブルトップから、このダブルボトムが狙えるかもしれないよと。で、そこにちょうど25行目絡んでくるやん。はい、じゃあ、ここ狙いやすいよねっていうところになりますので、えー、ここは、えー、短期は待っといてもらえると、もしかすると、えー、いいパターン拾えるかもしれませんよと、えー、いうところになりますので、このあたりも、えー、見ながらですね、えー、皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけるといいかなというふうに思います。はい、ということで、 えー、本日は以上で終わりたいと思います、えー。最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったよって思った方は、えー、チャンネル登録していてください。よろしくお願いいたします。えー、あと冒頭にも言いましたが、えー、ビットゲットでですね、えー、ビットゲットソル。 ビットゲットトゲ、ねはいえーまあ、ソラナをロックすること、ステーキングすることによって、えー、報酬としてですね、はい、APR で大体、えーまあ、年間利回りで30%の、えー、破格のですねステーキングが行われておりますので、えー、ぜひです、ね、興味がある方は、今日の動画の概要欄、もしくは固定コメントの方から、えー、チェックしてみてください。えー、とてもねいいキャンペーン、えー、だと思います、はいでえー。ご自身で必ずチェックして あの人から聞いたから、まるまる信じてやるなんてことは絶対やめてくださいね。投資において、そんなことはもう愚行でしかないですから、はい、しっかりと自分で読み込んでください。はい、その上で、自分でも、あこれは信頼できるなと、ねえー、思うのであれば参加するっていう最終判断は、えー、必ずですね、えー、ご自身で行うようにしてください。はい で、これも冒頭に言ってますが、ビットゲットソラナですから、ビットゲットが、えー、集権してます。要は中央集権型の、えー、形になりますから、100%絶対的に安心かって言われると、やっぱそうでもない。まあ、そもそもソラナが安心かって言われたら、そうでもないねんけど。なんで、えー、最低限のリスクヘッジ。だから、もらった分は半分ちゃんとソラナに戻しておくとか。っていう、そういう、えー、まあ、何かが起こった時に、 まあ、最悪半分は残ってたからいいよねって思えるような状況っていうのを作っておくっていうのがものすごく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 大事ですからはいそこに関してはしっかりと自分でえ行動してください、はい、その行動もせず結果的に何かあってビットゲットソラナがなんか廃止になってとかも,なんかもらわれへんくなってとかな,なった時にあのー その行動もせず、なんかこう、おい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 、おい、なんこねにみたいな文句ばっかり言うみたいなことはないようにね、はい、最低限の行動っていうのをした上で、えーまあ、要はリスクヘッジをするっていうのはすごく大事ですから、投資においてね、はい。なんで、そこに関してはしっかりとリスクヘッジっていう行動もしながらですね、えー、今回の、えー、キャンペーンみたいなものも、えー、使ってみてはいかがでしょうかというところでございました。はい。ということで、えー、本日は以上で終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録、そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー